ヤンデレっつう言葉があるじゃん。俺どっちかっつうと女の子に使う言葉かなと思ってたのよ。で、これを見てる視聴者は女の子が多いみたいなんで、男のヤンデレ、4つのタイプとその特徴、それと代表的なセリフがなんか書いてあったんで、ちょっと俺それ紹介してみようと思うんだよね。で、一つは束縛系だって。特徴は死ぬまで面倒を見てくれる。毎日一生、誰にも会えない。あ、女の子がね、他の人と一途に思ってくれる。束縛系。これは女の子はいいんじゃねえの？ただ、誰にも会えないっつうとこがちょっとしんどいかもしれないな。毎日一緒。むしろ女の子の方が彼氏と毎日一緒にいたいとかって言う子の方が多いんじゃねえの？男の方が毎日なんか会ってられっかめんどくせえみたいなさ、感じが俺はするんだけど。代表的なセリフが、一緒にいような。次に、執着系。特徴は、記念日も約束も絶対に忘れない。あなたの行動はすべて把握済み。嫉妬深く自分以外と話すなんて許せない。だからなんか、隠しカメラをそっとセットしておいたりとか、彼女になんか、ナビゲーターとかつけるようなタイプなのかな、執着系。でも記念日忘れないっつうのは女の子はいいんじゃねえの？むしろさ、男の方が記念日忘れてて、女の方がそんな大事な日を忘れてとかって怒るっつうのよく聞くけど、逆ってあんま聞かねえもんな。あなたの行動は全て把握済み。でも女の子ってさ、自分で何にも言わなくても、男の方に分かってもらいたいみたいな気持ちがすげえ強いじゃん。いいんじゃねえのじゃな、これは。嫉妬深く自分以外と話すなんて許せない。俺さっきの束縛系と何が違うのかよくわかんねえんだけど、束縛系も誰にも会えないって書いてあったじゃん。何が違うのよくわかんねえんだけど。でも執着系の代表的なセリフは、さっき話していたあいつは誰？だって。で、次に、依存系。特徴は、常にあなたのことで頭がいっぱい。そばにいないと不安で狂う。狂うか。他人のことなんてどうでもいい。なんか女の子みたいな感じに聞こえるね。この特徴だけ見てると。常にあなたのことで頭がいっぱいっつうのはいいんじゃねえの？むしろ女の子ってこういうのも望んでんじゃねえの？あ、そうか。だからやんでれっつうのか。難しいな。よくわかんねえな。で、代表的なセリフは、お前だけいればいいよ。お前だって、そうだ。で、最後に、狂気系。性格は、頭のネジがぶっ飛んでる。もう、好きとかじゃない。頭のネジがぶっ飛んでる。もう、好きとか関係ねえじゃん。犯罪レベルのことも楽しんで平気で実行。もはや手遅れだって。じゃ、これが一番やべえんだ。症状としては。だってさ、今までの束縛系、執着系、依存系は、あなたのことで頭がいっぱいみたいなのが基本にあったけど、俺、狂気系っつうのはもう、あなたって言葉が一切出てこないわね。単に狂ってるっつう。で、これの代表的なセリフは、俺以外、見る目も、足も、俺以外、触れる手も、なくなれば、安心だろ。なんかよくわかんねえな。意味が。この辺がもう狂ってんのかな。要するに、俺以外を見る目も足も触れる手もなくなればっつうことは、切り落としてしまうっつうことが、だるま状態にするっつうことが、狂っとんな。これが男のヤンデレらしいよ。束縛系、執着系、依存系、狂気系。あなたは、どのヤンデレがお好き？